皆さんこんにちは。今回は、原神で一度きりのもの。俗に言う取り返しのつかない様子を動画にしてみます。では進めていきましょう。はい、無難オブザイヤーですが。主人公は一度選ぶとゲーム中二度と変更できません。一応それぞれの特徴ですが。戦闘面では、ホタルの方が攻撃モーションが若干早いです。あとは、身長差的に男の空の方が移動が早いですね。ただ、あんまり気になりません。というか、移動を効率的に行うならすぐにガイアが加入するので。あえて、探索で旅人を選ぶようなシーン派ない気も。草主の評価が高いからといって、旅人で通常を振るシーンも、あまり高頻度ではないので、旅人の個人差がどう、って部分はあまり気にならないと、思います。ちなみにモーションは空の方が好きかな。ホタルはなんか、個人的にはモーションに違和感を感じる。で、個人的に大きいと思ったのがこのゲーム。公式ムービーとかも空がベースになっているのか。空を選択する方が、没入感があると思います。ホタルだとウグイスさんとかアヤカが若干有利展開になってる気がする。まあ、個人の感想です。続いて、イベント限定武器ですね。こちら、一度も復刻したことありません。基本的には、今回のイベント配布武器みたいに、無難な汎用性をした武器が配布されますが、中には、アルベドの絶対的武器であるシナバースピンドルなんかもあります。ですので、基本的にはイベント配布武器は逃したくないですね。マグロ体験なんかも、無課金北斗のほぼ最適解ですからね。レベルは後から上げてもいいと思いますが、確保は忘れないように。続いて、限定といえば家具もそうですね。記憶に新しいいい感じの家具といえば、2.7 くらいのこのロボット家具でしょうか。イベント限定家具には、マジでこれどう使えばいいんだよって思うような、どうしようもないやつもありますが、このようにハイカラな家具もあります。動く家具がもらえるイベントは絶対見逃せませんね。3.1 のブリーズブリュー、限定家具増えすぎだったんでは？こんなにいるかね。続いて、飛行限定家具、名刺ですね。この二つは他の全復刻可能性アイテムより、望みがない要素です。こちらの家具と名刺は、高い方の飛行を買った時のみ入手することが可能です。たまに、いい感じの調度品レシピが、高い方に付属してたりするので、都合する人は確認するといいかもですね。キャラとは違うので代用というかデザイン違いはほとんどないかと思います。また、名刺はイベントにも存在します。例えば、今開催されてる100人一揆。こちら初回の時には名刺の配布がありましたが、復刻は何度かしていますが、名刺の再配布はないですよね。細かい点ですが、名刺も限定要素の一つとなります。ちなみに社交心を煽るためなのか、過去イベントの名刺はアンロックだと表示で、飛行名刺に関しては過去のものもロックされた状態で閲覧のみできます。続いて有名どころの暗鉄剣。こちらは、リーユエの屋台で会話してもらえる武器で、図鑑にも載っておらず、一本しか入手できない、幻の武器となります。まあ、超有名ですけどね。続いて、宝箱限定武器です。この10個の武器。血おこぜの刀、旅道の剣、飛天大御剣、白鉄の体験、矛槍、白大槍分使い、リカーブ棒、異世界旅行機、特急の砲翼。リカーブ棒はスメールで1本だけ手に入りますが。これらは、モンドあるいはリーユエの宝箱限定武器です。中でも白桜槍とリカーブ棒は、使い道がある武器なので、この2つだけは残したいですね。リカーブ棒は唯一 HP を上げてくれる弓。白桜槍は会心率を確保しつつ、通常攻撃ダメージバフがある槍です。続いて、誕生日。こちらは、一度しか設定することができません。誕生日に一度誕生日メールと誕生日ケーキ。誕生日ケーキを使うと脆弱樹脂が1個もらえます。自分の誕生日にするもよし、すぐ樹脂が欲しいなら翌日とかにするもよし。原神リリース日にするもよし。人によって違うかもしれませんね。次は花散る里のお面です。
こちらは、稲妻の近田村の任務を最後まですると、入手できるお面なんですが、使うと、白身の輪のレシピが獲得できます。ですが、当たり前ですが使うとレシピがなくなります。自分は一応記念に残していますが、人によっては使わない人もいるんではないでしょうか？次は、刹那樹脂です。こちら、入手した週の次の次の月曜日に消失します。こちらは若干語弊あるかもしれませんが、課金して買おうとするとかなり高い好きな時、もちろん次元付きですが、使わないとただの無駄になります。自分は3回くらい消滅したので、戒めも込めてここで紹介しました。皆さんも使わず無駄にならないように注意しましょう。消えちまったら取り返しつきません。続いて、基本的に星3か星4しか存在しない学者と共戦士。こちら、実は幻の星2のものが存在します。5つ目はこちらの学者の時計。名もなき言うてマイオスと会話してもらえます。もう一つはここで手に入ります。続いて、世界任務やギミックをすると変わってしまう部分です。最新のもので言えば、こちらのロボットのビームでしょうか。こちらのビーム任務を進めると襲ってこなくなります。まあ、もちろん良いことではあるんですが、このギミックを使って遊んだり、写真を撮ったりしたい人は、クリアまでに撮影なりしておくと良いかもです。他のもので言えば、風流廃墟初見時の竜巻や、アルベド伝説任務時のスクロースとかね。一部のキャラ配置なんかも世界任務に依存するので、こういう限定的な要素については注意しておきましょう。続いて、凸効果をこのゲームはオンオフできません。ですので、キャラを凸するときによく話題に上がるのがベネットですが、逆に他の候補皆さん知っていますか？と、その前にベネット貫凸に関しては、特にカジュアルプレイヤーはしない方がいいでしょうね。適当に編成できる、というベネットの利点を一個損ないますからね。シャンリンの火力上げたいとか、ベネットの火力を上げたいとか、炎アタッカーと合わせてベネットでさらに火力上げたいとか、明確な意図がない限りはやめた方がいいかなと思います。で、他の凸すると悩ましいキャラですが、まずは岩主人公。元素爆発の延長はともかく、スキルの延長って、正直微妙。探索中は役に立つかもしれませんが、戦闘中はスキルが40秒停滞するのマジで邪魔。だから、爆発の継続時間目的以外はしない方がいいかな。続いて、クレイ一突、こちらは条件付き。クレイを一突すると、一定確率で追撃が発生します。こちらが元素反応の邪魔になることがあります。ただ、時代的にモノパイロ、炎3以上の編成や、炎のみで反応をあまり狙わずに火力を出すパターン、が、今は主流というか推奨されがちなので、あまり気にならないとは思いますが、一応紹介しました。続いて、ペットアイテムですね。洗礼の方は定期的に復活していますが、エンドラー、指揮対象、今回の配布の鳥は、今後復刻することはないでしょうね。ちょっと紹介順序おかしいですが、イベント限定ペット。こちらも取り返しのつかない要素の一つですね。2周年記念ハトリだけにね。余談ですが、洗礼って復刻してないペットに比べると、だいぶチャチいよね、とか言うと怒られるかな。続いて、限定釣り竿ですね。こちらは、釣り竿界の万願結録、ゴマ、終焉ですが、内容としては、どの地域で釣りをしてもサポートが受けられます。気のせいなのか、基本的に地域竿よりも、武器が先に完成してしまうので、こういう、全地域対応の釣り竿はぶっ壊れですね。まあ、釣りはフォンテーヌの新武器に期待って感じですが、地域竿はあんなに大変なのに、イベントするだけで取れるなんてやばかったね。
最後は、サーバーですね。原神は同じサーバーにいる人としかマルチができません。また、イベントの更新が基本的にアジアサバが一番早いです。ですので、他のサーバーに登録してると出遅れたりするようです。マルチやフレンドに関してはなんとなくわかるかもですが、イベント開始時間までずれてしまうのは、ある意味盲点かもしれない?すまぬ、もう一個あったわ。開始プラットフォームですね。大きく分けて二つ、プレステで開始するかそれ以外で開始するかです。注意点は機構の受け取りが、プレステで始めると、プレステでしか受け取れません。ちなみに、機構に限った話では10円しかプレステとチャージセンターで変わらないので、スーパー貧乏人でない限り誤差でしょう。というか、安い方の機構に限ればプレステが一番10円だけ安いね。他は、連携で解決するのでそこだけ注意ですね。一応、プレステスタートでもプレステと連携を解除できた、という話も見たので、自分には確証がないので、運営にお問い合わせしてみてください。また、他からプレステと連携する場合はサーバーを合わせましょう。PSN アカウントが北米赤の場合、サーバーが違うことになります。つまり、1からスタートになるので、連携してしまうと、運営に問い合わせて連携解除待ちになるようです。他からプレステに連携する場合は、ちゃんと日本赤なのか確認して連携しましょう。どの端末がおすすめか、みたいな動画は出したので、詳細はそちらで。はい、ということで思いつく限りの、取り返しのつかない要素を紹介したんですが、イベント限定アイテムはイベントアイテムで、くくっておけばよかったでしょうか。ちなみに、なんか被るから消灯とかあの辺は割愛。あと1周年の羽も割愛しました。追加スキンの配布イベントも割愛。自分が見落としている要素があれば教えてください。逆に1個でも知らなかった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようならだ。